皆さんこんにちは、オペラ歌手の押川博史です。今日はですね、このオペラ歌手の、皆さんを、ちょっとお招きして、紹介していきたいと思います。それではどうぞ。今日はですね、藤原歌劇団ソプラノの山口佳子さんに登場いただきたいと思います。山口さん、どうぞ。こんにちは。ソプラノの山口佳子さん。山口佳子です。どうぞよろしくお願いします。コンサートで、中島みゆきさんの曲とか、なんかそういうものでもこう、まあ私の声で、私のそのテクニックとマイクなしでピアノノーマイクなんですね。そう、ノーマイクで、歌って、まあいいかな、面白くなるかなって思うものしかまあ選ばないですけど、これちょっと聞いて、ノーマイクの美空ひばりさんとか聞いてみたいですね。聞いたでしょ。僕は聞いたけど、僕は聞きましたけど、もう皆さんは聞いてないから、ね、じゃあコンサートに行くと、そういったクラシックの曲以外も、以外のものも、あの時々歌いますね。大体歌うかな、毎回。まあ、大体毎回。じゃあコンサート行けば聞けます。そう、あの ね、喜んでいただけたりするので。じゃあ次の質問いきますね。はい、最近のなんかマイブーム的なことはあります？でも今ちょうど3歳、この夏3歳になる男の子がいて、もうあのね、お子さんいらっしゃる家庭はもう皆さんそのぐらいの子がいると大変だと思うけど、まあ、うちも例に漏れず、もう男の子でね、やんちゃなのでね、目が離せないですよ。だからあんまり自分のことを何かする時間っていうのはやっぱり今なくて、なるほど、ね、家のこととかこうねやったり、まあ仕事、家のことのジェスチャーかな、面白いです。あの家のだから家のこととかこう。ああ、これね、はいはいはい、家のこととか、今なんか子供が欲したんですね。違う。やっぱね、ご自宅でもね、もちろん歌われると思うんですけども、うん、はい、やっぱね、歌手が、お母さんは歌手ってこれすごくないですか。やっぱり子守歌が歌ったりとか。子守歌ね、子守歌はたくさん歌いましたけど、あのいいで、ね、でもあの半分ぐらいアンプのためっていう。
じゃあオペラの曲とかを歌ったりそう、あの覚えなきゃいけない、イタリア語でドイツ語とか歌曲のものをこうやりながら、ね、子守歌がイタリア語だったりドイツ語だったりね、クラシックの名曲だったらちっとも寝れないみたいなほーみたいな、そう、まあ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 、まあ、ちょっとソフトに、そうとソフトにね、ちょっと一曲多分下げたりね、なるほど、なるんですけども、ね、山口さんの趣味をですね、何か一つ、ね、なんだろうな、物をこう作る、小物とかを作るのとか結構あの昔から割と舞台用のちょっと持っていただきましたけど、舞台用の衣装、これ山口さん手作りですか？そうそうそう、恥ずかしいんですけど、これすごくないですか？これこれあれですよね、あのマテキね、マテキの中に出てくるパパゲーノって鳥人間の衣装ですよね。なんかあのよくある衣装よりなんかカラフルでいいですよね。簡単に作ったものなんですけど、あとこれあのね、女中さん役やる時とか、ね、ああからその時のためのこういうカチューシャとか、あとはあのまあこれもヘッドドレスみたいなのこう自分でヘッドドレス、ヘッドドレス作ってきて、こうこうやってつけられる、ドレスにヘッドがつくとは思わなかった。はい。うん、そうそうそう。頭飾り、頭飾り。そうそうそう。へえ、手作りで。手作りでちも、はい。じゃあ、はい、はい。それじゃあ、これ最後に、なるんですけども、はい、山口さん、じゃあ、このね、オペラを、オペラのファンの方がね、きっとたくさん見てると思うので、はい、その皆さんに何かメッセージを一つお願いしたいと思います。今、メディアで皆さんね、いろいろこう、例えばこういう YouTube 活動もそうですけど、みんな工夫していろいろなことやってるので、まあ、それをみんながどんな風に工夫してるかっていうのもちょっと楽しみながらね、言っていただけたらいいかなと思います。ただやっぱり生の音っていうのはね、何にもこう変え難いものかなと思うので、そこを忘れずにいていただけたら嬉しいなと思って、ね、ぜひ我々のね、この生の歌とね、生の演技と、ライブ感をね、ぜひ、劇場に、ね、場に見に来ていただきたいですね。やっぱ体で体験しないとわからないものっていうのはどうしてもあると私は信じているので、はい、うん、そこも、ね、忘れずにいてほしいなと思ってます。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、今日は、ソプラノの山口佳子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。